私は人間でさえもありえない。ああもうでも自分のこの打ち値しますね、腑に落ちますね。自分も依存症になってひどい目に遭わなければ神様知らなかったですからね、調子よくやってたらイエスを信じませんでした。キリスト教一番嫌いだったしね、はい、だから本当にどん底に落ちて自分は本当の神様を知ったっていうことですね。愛の神様を知ったってことですけど、ね、もう一回読みます。やまなければ信じ得ない、やまなければ捧げ得ない祈りがある。やまなければ信じ得ない奇跡がある。やまなければ聞き得ない御言葉がある。やまなければ近づき得ない聖書がある。やまなければ仰ぎ得ない御顔がある。おう、やまなければ私は人間でさえもありえない、はいね、病気になったことは悲しいこと、辛いことだけど、それが神様に出会うきっかけ、そして神様の祝福恵みを、素晴らしい恵み祝福を受けるため の条件だったならば、それは良きものに、良いもののための条件ですね。それをなってよかったと思えるということは本当に感謝ですけども、はい、この曲聴いてください、聖歌です、悩む呼び人のために。悩む呼び人のために聞いていただきました。さあ、まあちょっとね、薬物の話が出ました。本当にね、やっちゃうしねやっちゃうしって誘惑にあっちゃうわけですよね。ダメ絶対って言ってもね、でも日本はでもダメ絶対っていう言い方がある種ね有効というか、この言い方がダメ絶対とは僕は思わないんですけどね。だけどダメ絶対っていうのはもう絶対命令ですよね。だからこれこれ出してるのがどこか分かんないですけど、役所ですね、法務省とか、まあ、警察なんかに貼られてますけれどもね、警察庁か分かんないけど、まあ、法律っていうのは絶対法じゃないからね、相対法なわけですね。絶対って言えるのは神様だけですね、絶
対ダメだよっていうのは神様だけなんですよね。あのモーセの10回っていうのがあって、殺してはならない、盗んではならない、殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならないとかありますね。他人のものを欲しがってはならない、他人のことで嘘ついちゃいけない、偽証してはいけないってありますけど、これは絶対なんですよね。神様が絶対って言うんですけど、でもその神様がどういう存在かっていうとですね、絶対言うこと聞かなかったらどんな目に遭うんだろうか分かってんだろうなっていう怖い、必ず裁くからなっていう神様じゃなくて、愛の神様なわけですね。イエス・キリストを地上に送り、私たちのどんな罪でも許すために十字架にイエス・キリストがかかったっていうことですよね。許すんですよ、どんな罪でも、っていう前提のもとに絶対やっちゃダメだよっていう言い方をするわけですね。守れないことが分かっててって言ったらちょっと少し語弊があるかもしれないけど、でも守れないっていうことが分かってて言ってるわけですね。まあそういうものが欲しいって人間が言ったから、イエス・キリストの以前ですね、モーセの時代に。だからそうかっつって、そういう何とかしちゃいけない、何とかしちゃいけないっていう神様の掟を言ったんだけど、結局人間は守れないっていうね、罪を犯しちゃうっていう誘惑から離れることができ、誘惑を に打ち勝つことができないっていうことがあって、そしてイエスが来られたわけですからね。だからそういう神様の愛の神様、許す神様の絶対やっちゃダメだよっていうことであって、だから警察がそれを、日本の警察が言うってことは、日本の警察はクリスチャンなのかっていうね、みんなクリスチャンになってくださいっていうふうに自分は思うんだけども、そういうわけじゃないので、だから絶対っていう方はどうかなと思うんだけど、ただやっぱり日本は島国でね、もともとあれですよ、明治維新とか起きた時はもうアヘン戦争でね、中国がもうぐちゃぐちゃに薬でアヘンでもうアヘンまみれになってめちゃくちゃにされた時に、日本はね危機感を持って明治維新を起こしてますんでね、やっぱ国の一大方針なわけですね、薬物をこの国の中に入れないっていうのはね。だから厳しいんですよ、だけど僕みたいに薬やっちゃう人も出てくるんでね、そういう人はこうセカンドチャンスであってね、しちゃったかもしれないけど、ダメ絶対じゃなくて次のステップですね。大事なのは清原さんが言うように、そういうやつは抱きしめろっていうね、愛によって変えられるっていうね。もう厳しくしてもダメですよ。まあいや、厳しくするなっていうのはちょっと難しいんでしょうけど、厳しくしてね、お前薬なんかやってどんな目に遭うか分かってんだろうなって言ってもやっちゃうんだから、病気ですからね。本当愛が変えるんですよと自分はそういうふうになりましたけども、さあですね、ちょっと話変えるんですけど、だから神様はですね、そうやって愛によってどんなところからでも私たちを見捨てないわけですね。たとえ薬物にまみれて本当に何度も何度も薬物やまってどうしようもない社会の信用を失おうが、どうしようが、神様立ち直るきっかけを許しくださって、もう一回やり直すチャンスをくださって、そして愛してくださってますからっていう、見放さない見捨てない神ですね。でそれはこの世に滞在する時だけじゃなくて、ずっとですよ。神様は永遠なんですよね。私が信じるこの唯一なる神様、父なる神様、そしてこの地上に送られたイエス・キリスト、みんな永遠の中に生きておられる、永遠の中に存在しておられる神様であって、私たちが住むこの地上の人間のように必ず死ぬという世界に生きておられませんので、永遠の世界に生きておられますね。だからイエス・キリストを通して、イエス・キリストを救い主で信じると、私たちも永遠の中に生きるパスポート、天国に行く永遠の世界に入るパスポートをいただけますけれども、ビザがいただけますけれども、でもこの世では自分の人生は、この世の人生は終わりますね。だけどね、ちょっとね、何が言いたかというと、僕の敬愛するね、歴史学者の方がいてね、もうこの人の本大好きでいっぱい読んだりしてるんですけど、この間読んでる本の中でね、
あの人間は永遠への憧れというなんかこう良くないものを持ってるみたいなことが書いてあってですね、ちょっとガクッときちゃったんですけどね、まあ、この方クリスチャンじゃないので永遠にをというものがあるという憧れを持っているっていう、でこれがまあある種あの病気なんだみたいな、病気だとは書いてないんですけど、そういう言い方だけですね。だから永遠なんてものはないんだっていうことはこの方は言いたいわけですね。まあ言うなればこの色即是空、空即是色、この世のものは全て儚い、祇園精舎の鐘の声みたいなね、全てのものは滅びるっていう、まさにその通りでね、聖書にもそう書いてありますよ。聖書の中でもですね、伝道者の書、ソロモンが編んだ伝道者の書の中にね、全てのものはあの儚い、うん、全てのものは空だって言いますよ。空の空、全ては空からだって、ね、この世であの確かなものは何も一つないんだって言うですよ。全く一緒です。日本のね、儚いからで、最後日本は儚いからいいんだって言うんですけどね、うん、だけど聖書は違います。この伝道者の書で最後にね、神は永遠だって言うんですね。前にもね読んだことがあると思うんですけど、これ僕大好きな言葉ですね。伝道者の書の、3章にこうありますね。神のなさることはすべて時にかなって美しい。神のなさることはすべて時にかなって美しい。神はまた人の心に永遠を与えられた。しかし人は神が行う御業の始まりから終わりまでを見極めることはできない。そうです、私たちはこの世界にいて神様の永遠の永遠を見ることできないですね。この世の滞在は終わります。うん、だけどイエス・キリストを通して神様の永遠を私たちは知ることができます。永遠を与えられます。心の中に、人の心の中に、あ、永遠はあるんだっていうね、永遠の世界はあるんだっていう、この世にはないけど、だから儚いんだだけじゃないんですよね。僕は本当にあのそのことは自分を救いましたね、うん、その愛の神様の愛の永遠の愛があるんだ、絶対自分を見放さないんだっていうことが自分を本当にどん底から引き上げてくださって立ち直らせてくださったですね。だからに日本思想のように、儚いんだ、みんな儚いんだ、儚いからいいんだっていうのだと僕は多分薬をやって死んでたと思います。はい、まあなんかにべもない話ですが、そんなですね。はい、最後もう一曲聴いてください。これはさっき一曲目かけました、やっぱりビンヤードワーシップからです。曲は分かりません、聴いてください。
はい、ビーヤードワーシップからお送りしました。確かなものは終わるはずがないっていうね、この詩ね、素晴らしいですね。永遠はあるんですよね。確かなものは終わりがないんですよ。それが、私たちの神様の存在そのものであって、また教えですね。永遠はある。このことがどれだけ私たちにとって力強いかっていうことを私は思いますね。先ほどの、神のなさることは全て時にかなって美しいと言ったソロモンは本当にね、もう人生の虚しさをね知り尽くしたけれども、だけど最後に神は永遠だっていうね、そこに救いを見ます。そして最後にこう言いますね。結局のところもう全てが聞かされていることだ。これはこの世においてですね。だけど神を恐れよ、神の命令を守れ、これが人間にとって全てである。まあ、神を恐れよっていうのは、まあ、こう畏敬せよっていうかね、仰ぎ見なさいって、神様の凄さの前で、もう本当に尊敬してひれ伏しなさいっていうようなことですね。ビビりなさいっていう意味じゃないですね。だって愛の神様ですから、イエス・キリストをこの私たちにくださって身代わりになって死なせた神ですよ。この愛の素晴らしさ、凄さを知ったら本当にもう神様についていくっていうね、そのこと、本当にね、永遠に対する憧れが一種の病気だなんてね、そんな切ないことをね言わないでいただきたいと思いますが、さあさあ間もなく、エンディングです。マザーテレサの言葉からお送りいたします。2月の13日14日、明日バレンタインですね、14日まで読みたいと思います。マザーテレサの日々の言葉より、私は主を御言葉のままに受け止めています。私は主を御言葉のままに受け止めています。信仰は神の贈り物です。信仰なしには人生の意味はないでしょう。私たちの働きが実り多く美しいものであるためには、それらが信仰の上に築かれている必要があるのです。愛と信仰は共にあるべきものです。それらは互いに完成し合うのです。愛と信仰は共にあるべきものです。それらは互いに完成し合うのです。2月14日、あらゆる困難や疑いや障害にもかかわらず神に信頼しましょう。神は決してあなたを裏切りません。ある願いを叶えてくださらないときは、神がそのことをお望みでないという印です。もし神があなたにそれをしてほしいとお望みなら、その手段を与えてくださるでしょう。ですから何も心配することはないのです。アーメン。本当にですね、神様は永遠であり、本当に私たちが知り、もう本当に信じられないような愛で私たちを愛し、そして私たちを必ず幸せにすると願っておられますからね。神様に信頼していきたいと思います。今日聞いていらっしゃる中で、本当に苦しい中、悩みの中いらっしゃる方、ぜひイエス・キリストに目を向けてください。この方こそあなたを本当に救い、幸せにし、力づけ、これからの人生を導いてくださる神様ですから、どうか神様を知ってくださいますように、今神様の愛があなたに望みますように、本当にお祈りいたします。これからの一週間が神様の愛に包まれて、本当に神様を知る一週間となりますようにお祈りいたします。それではまた来週お会いいたしましょう。God bless you!
はい、ツイキャスをご覧の皆さんありがとうございました。また来週お会いしましょう。 God bless you。途中でサーバーがどうのこうの、あ、じゃあ切れちゃってますね。なんか不具合